はい、本日はですね、こちらチャムスのマウンテンパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、チャムスと聞くとですね、あのペンギンのやつかなってご存知の方もいらっしゃればですね、全く知らんわっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、キャンプとかね、やってはる方は結構知ってはるんですよ。クーラーボックスでね、チャムスのこのペンギンのマークついてるやつが、ああ、おしゃれやなっていうのもあったりしますし、知らん方からしたら、いや、もうノースフェイスでいいやないかいって思うかもしれないんですけどもね、僕はですね、このマウンテンライトというか、マウンテンパーカー界のですね、YouTube の中で、もうシェアを取っていこうということで、ノースフェイスも買うわ、パタゴニアも買うわ、マーモットも買うわ、もういろんなもの、アークテリクスも買うわということでね、そこのシェアをちょっと託蔵取っていこうやないかということでね、無我夢中で、紹介しておりますので、今回もお付き合いいただければなと思います。でちなみにこのチャムスのね、このマウンテンパーカーで僕一応セールで購入してるんですけども、ほぼほぼノースフェイスのあの大人気ジャケットと性能変わりません。だからね、そんなところのお話ししていこうと思っておりますので、本日の流れとしてはですね、まずは外観を見てください。ちょっと派手やなと思うかもしれんけど、一応これね、単色のブラックもあります。オールブラックもあるんやけども、あえてこの派手な方をねチョイスさせていただいてるんですけども、それを見ていただいて、その後にね着用していきます。あ、こんな感じですね、あ、どうですねとかっていう話していて、意外とありやとは思うんですけどもね、ちょっとそれも見てくださいよ。ペンギンやからって言って離れんといてくださいよ。ちょっとね、ペンギンでもちょっと着てください、着てくださいっていうことでね、見てもらって、その後に特徴ですよね。これじゃあどんな特徴があるのと、で特徴を言うと、なおさらあのマウンテンパーカーと一緒やないかいと思っていただけると思いますので、それを見ていただいて、その後にデメリットとは言いながらも、ちょっとここは微妙かなっていうところが、まあ、ないこともないんやけども、あることもあるかなぐらいの話をして、でその後にサイズ感というところでおすすめの人みたいな感じで終わりたいなと思っておりますので、まずね外観をちらっと見てもらおうかなと思います。はい、それではね見てもらいます。まずはね、ゴアテックスという、まあ、タグがあってですね、他何のタグがあるかというと、まあ、こうチャムスのタグがあったり、あ、出ました、ペンギンこれですよね、これイメージあるよねなんていうことが言ってたりとか、あとねこれ見覚えある方多いと思います。ジップインジップって書いてあるんですね。あれ、これなんか違うブランドって聞いたことあるなっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、続けていきましょう。まあ、ロゴのところにね、このペンギンがありまして、まあ、馴染みのない方でもね、まあ、大体ブランドロゴって左胸にあるでしょ、相場。だからまあまあまあ、これはノースフェイスのこの山のマークなのか、パタゴニアのなんか変なやつなのか、アークテリクスの骸骨なのか、ただペンギンなのかだけの違いですわ。そしてね、袖口になんかポケットついてるんですよね。これは何なんですかね、なんかスマホ入れるよっていうよりかは、ボードとかなんですかね、ボードのスキーのチケットとか、こう入れるわけで、透明じゃないからね、ちょっとどうなんかわからんけど、そういうちょっと変わったねポケットがこの腕のところについてますね。でもちろん両脇のところにもねポケットがこうやってありまして、こうフラップがあるのでね、雨の日なんかも入ってこないような侵入の設計になってて、まあポケットの大きさも結構まあ大きめですね。相場長財布は全然入るなっていう感じのが、両サイドにありますと。そしてゴアテックスのマークがどこにあるのというと、あ、腕のところありました、こちらですね。ゴアテックスって書いてあるんですけども、ノースフェイスとか言ったらねこの辺についてることが多いと思うんですけども、チャムスはねこの腕のところについてありましたね。そして後ろ側はですね、まあ、特にロゴとかもないんかな、ないですね、ロゴとかもなく、まあ、ブラックをもし購入されてる方やったらもうオールブラックになってるんで、まあ、本当にシンプルな後ろ姿になるんかなと思います。はい、ということでね着用してみました。こちらがね L サイズで着用してます。まあ、アメリカのねブランドみたいなんですよ、こちらのペンギンね。だけどまあ普段のノースフェイスとかとあんま変わらへんぐらいのサイズ感かもしれないですね。まあ、若干大きいかなとも思うんやけども、まあでも袖とか見たらね、これ以上短かったらもう足りひんくなってくるから、まあまあ同じぐらいな感じですね。普段 L 着てはる方やったら L で問題ないし、僕普段 L なんですけどね、まあ、L サイズで問題ないかなと思います。でね、さっきねノースフェイスのあのジャケットにそっくりなんですっていう話したじゃないですか。え、何のジャケットかなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけどもね、それがなんですけども、こちらのマウンテンライトジャケットにもうめちゃくちゃそっくり、もうそっくりというかこれ一緒やんっていう感じなんですよ。じゃあなんで一緒なんかっていうところ言ってきますね。まずはお値段です。お値段がですね、こちらのノースフェイスのジャケットが36,000円の消費税、39,600円ですね。まあ、だから4万円ちょっと切るぐらいって感じなんですけど、じゃあこっちのチャムスの方は、ペンギンちゃんの方ね、まあ、どうなんかというとですね、これも36,000円消費税なんですよ。39,600円っていうことになってて、あ、まあ値段一緒ですね、ほな一緒やないかいってことなんですが、次にまた同じようなところっていうのはどんなところかっていうとですね、さっきジップインジップシステムっていうのがあったと思うんですけども、ね、ジップインジップって書いてるの。ノースフェイスの方ってね、このメインのジップヒューって開けたら、この裏側にも実はジップついてるんですね。いや、ほんまやねってなるじゃないですか。なんでこんなもんあるのというと、こういうね、インナーをね、ガッチャンコさせるためにあるんですよね。で、一回じゃガッチャンコさせてみましょうか。このようにね、ひっつけれるんですよ。で、これパッと見たらね、いやいや、中入れてるだけやないかいって思うかもしれないんですけど、ちょっとよく見てくださいね。チャラララララなんですけども、これパッと見るじゃないですか。
ジップひっついてるんですよね。だから脱ぐときにこう脱ぎ着しやすいっていうのがあってね、本来と普通こうじゃないですか、中にダウン着て外からパッて羽織るだけなんやけども、このジップでね連結しちゃえっていうのがね、ジップインジップシステムってノーセスあったんやけども、今もうもう一個のジップインなんかマグナムみたいな、なんか新しい名前になってるんで僕あんまよく分かってないんですけども、それとね同じやつがここにもあるんですよ。あのペンギンちゃんにもね、ほらこの表の方のジップと裏側ピュッてひっくり返るとここにジップあるやないかと。ほんなね、これも一回ちょっとつなげてみましょう。ではね見てみてください。このようにねジップがひっついてるんですよね。でしかもこの中のやつノースフェイスやのにいいのと、このペンギンちゃんどうと訴えられませんかと、この僕の動画を機にねチャムスちゃんなくなったりしませんって心配されてる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、実はねこの中のジップっていうのはですね、ジップの規格って大体みんな一緒なんですよ。でこれはね別にノースフェイスのジップじゃなくて YKK っていうねところのジップなんで、まあ同じジップを使ってればそらく合うよねということで、これ実はね確か島村とかユニクロとかもね合うジップ確かあったはずなんですよ。でそれ見るのはねこのジップのね裏側に書いてあるね、ここに 5VS って書いてあるの分かります？この指の先っちょの子に。でこの 5VS っていう規格やったら全部合うんですよね。だからまあジップが合うのは当然なんですけども、それ以外にあったらねこのジップインジップっていうのがほんまにノースフェイスと同じような感じで、これでね首元もねちゃんと留めれるようになってるんですよね。そしてねさらには恐ろしいですよ、ここの袖口もねちゃんと留めれるようになってるんですよね。これこんな感じで分かりますかね、止まってるの分かりますかね。だから脱ぎ着するときに袖だけが中でくちゃ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 ってならずに、こうやって切れるし、脱ぐときもこうやっても中がちゃんとひっついてるんですよ。そしたら寒い冬場とかやったらね、これ中綿ちゃんと入ってるからダウンジャケットゴアテックスみたいな感じで着れるし、あったかくなった春先とかやったらこれ中外してあげればマウンテンパーカーとしても着れる。それはもう完全にマウンテンライトやないかいということで皆さんから言っていただいたと思うんですけども、さらにまだございます。何があるかというとですね、このペンギンじゃねゴアテックスこれ使ってるっていうのを言いましたね。あの防水で雨とか風とかにも全然あの大丈夫ですよと、全然弾きますよっていう話なんですけども、このゴアテックス使ってることじゃ珍しくないじゃないですか。よく見るよと、そんなんでは騙されへんよ拓造っていう方もいらっしゃると思います。ご安心ください。このノースフェイスのマウンテンライトもね全く同じこのゴアテックス使ってるんですけども、もっと言うなら生地の厚さも一緒、70デニール、そしてペンギンちゃんも70デニール、もうマウンテンライトやないかいということで、これロゴ変えただけですかってなってくるんやけども、まあ、それぐらい類似してますよねと。なのでこうマウンテンライトがねちょっと嫌やなとかって、もう被ってきたしみんなと被りたくないなっていう方なんかはね、こういう、まあ、これ柄はねちょっと今しかないモデルかもしれんけども、ブラックとかはね全然普通にあるし、ブラックもないとセールにかかってたんですよ。なので僕はねこれ確か3万、定価は9,700円だけども3万1000円ぐらいでね購入できたりしてましたので、それね同じとこ下に載せときますけども、安く買いたいっていう方なんかはねいいんかなと思います。ではね次はデメリットを言っていこうじゃないかと。デメリット、どんなデメリットあるんですかなんていうことなんですけども、ちょっとチャムスやからね修理とかどうなんかなっていうのがちょっと気になったんですよね。っていうのもノースフェイスとかパタゴニアとかアークテリクスって結構正規店で買えばあの修理ちゃんと受け付けてくれますよね。ジップが壊れたり生地が破れたりしたら対応しますよなんていうのがあったりするんですけども、このペンギンちゃんはどうなんですかってこうパチ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 調べたらですね、どうやらなんか本社の方にメールを送ればしっかり対応していただけるということやったみたいなんで、いやー抜かりない仕事してますなーいうことでね、なんかクーラーボックスとかは修理しましたっていうブログの人が出てきたりするってことは、まあジャケットもねおそらく対応してくれると思いますんで、まあちゃんと修理とかもあるということなんで、そう考えるとですね特にデメリットはないと。なんでってゴアテックス使ってるし、性能としてもマウンテンライトとほぼ変わらへんしってなってきて、次はおすすめの人になるんですけど、なんでおすすめするかっていうとですね、マウンテンライトでよく挙げられるデメリットって何かっていうとね、あのこれマウンテンライトの比較動画になっちゃってるんですけども、この前のねフロント部分がボタンなんですよ。でこのボタンってね何が嫌なんかっていうと、いちいちこう上までジップ閉めた時にこうパチパチ合わせていくのめんどくさいっていう方多いんですけども、上2段だけねボタンになってて、あとはねここマジックテープなんですよ。で一番下がね最後ボタンになってるってことで、こうマウンテンライトのいいとこ取りしたみたいな感じになってるんでね、これがなんで人気なんやろうなと思ってね、まあ、僕自身も知らんかったんで今までね、あこんなんあんねやとか思ったんやけども、性能的に考えたらですよ、そのブランド名とかなんとかもちょっと一回置いときましょう。ペンギンであるとかクマであるとか、ちょっとそんなんは一回置いといて、愛護問題とかちょっと一回置いといて、なんかペンギンって昔は飛んでたでとかって、そういう豆知識も一応置いといて、あくまでセールで買うの前提ですけど、あ安くていいんちゃうかななんて思ったりするんですよね。まあ一回ね全部上まで閉めてもらった状態を見てもらってるんですけども、閉めてもらった状態っていうかちょっとおかしいんですけどね、まあ閉めてる状態見てもらってるんですけども、まあマウンテンパーカーらしくね首元もちゃんと高めに設定されてますし、まあそれでいてね、ノースフェイスのねあの人気ジャケットのマウンテンライトとほぼほぼもうシルエットも一緒やし、もう見た目あんま変わらへんってことなんでね、これはねすごいなと思いました。はい、ということでねお話しさせてもらったんですけども、まああくまでねナイロンとしてのやったあかんことありますよ。デメリットないないとは言ったけども、ナイロンとしてねそれはあの例えば火の粉飛んだあかんとか、これで焚き火とかしたらねとんでもないことになりますので、それはね注意してもらったり、タバコ飛んできたりしたらとんでもないことになるんですけども、まああくまでセールで買
買うっていうことを前提にした場合であればね、もうほぼデメリットないんちゃうかなと思います。3万円ちょっとで70デニールのねしっかりしたマウンテンパーカーついてて、なおかつこういうジップシステムみたいな、まあ僕はあんま使わへんけどね、使う人からしたらありがたいやろうし、さらにねこのライナーっていうか裏地のとこもねちゃんとこうメッシュになってる部分があったりするんですよね。蒸れやすいところはメッシュになってたりするっていうのが、もうこれもねほぼほぼマウンテンライトと同じような感じなんですけど、まあこんなとこまでねあの気使われてたりするということで、中もねポケットありました。この中のポケットもね確かマウンテンライトと一緒ちゃうかな。あ、一緒ですね。だから本来の名前はね、これなんかありました。ちょっと僕も覚えてないけど、なんか、あの、チャムスなんかとかっていうジャケットだったんやけども、これはですね、チャムス版マウンテンライトと覚えていただければね、一番しっくりくるかなと思いますし、余計なことまた一から覚えるのめんどくさいのでね、チャムスのマウンテンライトといえばこちらということになってましたんで、今回ご紹介させていただいたということで、本日はですね、初のペンギンジャケットを購入してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。